日本人の覚醒が世界を変える本ンタウのことを教える学校雨土屋坂塾塾長豪根丸彦のホンタウのことのお話のお時間です、えー、今回はね、えー、神社参拝の、えー、正式な方法について3回に分けてお話をしています、えー、2回目はねお賽銭はどうしたらいいのかということですねお賽銭についてはね えと私のねこの本体の先の中にもかなりね詳しく書いてあります、えー、なんですが、えー、今日はね、えー、時間の都合もあるので全部、えー、話はできないんですけれどもまあ非常に重要なポイントだけお話をします。まずねおさい銭はいくらがいいのかっていうとねいろんな説があるんだよね。 うんで、例えば、えー、いくらなんでも1円じゃダメだろう。っていう人もいるよね。でもね、僕はね。初めね、えー、今からね。10年以上前えー、っと。僕は本当にお金に困ってねえー。本当に、えー、困窮してた時は1円でもいいから毎日行けって言われたんだよね。 うん、だからとにかく今本当にこの苦しいねお金もなくって、えー、この状態を脱出するために「神様助けてください」えー「僕にお金が入るようにお願いします」って1円をやってやったことがありますね。えー、やらないよりはねやっぱりね行った方がいいということなんだよね。えー、でも うんだ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 んね、えっと、今日はね5円玉がないからね5円見せることできないんだけど5円があるように5円がいいですっていう人もいますね5円もね割とね間違ってはないなとは思います、えー、私はねでもね今はね、えー、いくらにするのかっていうのは決まってるのでその金額を、えー、ほとんどはね、えー、お再生の時はそれを使いますそれからね、えー、50円 とか、ね、100円とかそれから中にはね結構いるんだけどね500円をねね使う人も多いです、ね、ある本ではね「えっ、ー、とおさい銭は500円がいいと思います」っていうね、えー、まあ、神社のね参拝に,についていろいろと書いてる本の中でねそれをね推薦してる人もいました。えー、それからね、えー 小銭ではないいんだけど、千円入れるっていう人もいる、ね、うんでいろんな説があっていろいろな考え方いろんな見方がある、えー、ということなんでまあ結論から言うとねお賽銭の金額はいくらでもいいっていうのが本当の意味での金額なんです。だけど 気持ちを伝えるたためにはね、どうしたらいいのか、そして長続きするにはどうしたらいいのかというと私はこれは決定版だと思いますが10円にするのがいいと思っています。 それはね、えー、この本の中でも言ってるんだけど、えー、私がね非常に尊敬している松尾大社、えー、京都にある松尾大社直宰所の中のね「えー、直二22社」の中でも実質上は僕は、えー、2番目3番目、えー、の神社だと思ってますけれど、えー、だから日本の直宰社の中でも、まあ、トップクラスの、えー 神社だよねそこの現在ゴング寺になられてる方がいらっしゃってその方からね教えていただいたんです10円がいいと思いますと言ってましたなぜなら、えー、何度も何度も参拝してほしいからなんだよだからこのね頑張って500円をやるって人ってのも結構多いんだけど500円だとね場合によってはね長続きしない場合もあるんだよねで神社は 毎回毎回行った方がいいんだよねで私はお賽銭を1枚ではなくて複数枚数使って祈りを捧げるというまあこれ秘技があるんだけどね秘技を教えてますそうするとね複数枚数するとね500円をね複数枚数使うとすごくお金かかっちゃうわけさだから僕は10円が一番いいと思ってんだね えー、で私の場合はひ儀はねお賽銭を7枚使うことなんだよね7枚使いながら一個一個に一個ずつのね祈りを捧げるということなんですだから7枚お賽銭を使うということは7つの祈りをするということなんだよね50円だとね500円だとね7つ祈りをするとね3500円もかかっちゃうんだよだから その日には使えないんだ,よ、ね、だから私は10円がいいと思ってますで10円がいいんだけど一番重要なのはこれじゃないんだよねこれ10円じゃない普通皆さん使うのは10円なんだけど私が使う10円はこっちなんだよピカピカでしょこれね私がさっき洗ったんだよねこういう10円をここまで磨き上げることができるんだよ だから磨き上げる方法はいろんな方法があるんだけど今日はね、えー、無料の動画なのでそこまで話をしないんだけど磨くということが大事なんだよ。お賽銭で一番重要なのなぜならば祈るわけでしょ、えー、自分の願いをかなえ,えー、叶えてほしい自分の願いを届けたいために祈るわけでしょ祈るっていうのは別な意味で言うと意識が乗るというふうに書くこともできるんだね。 つまりねこっちの真っ黒いお賽銭ではね意識を乗る余裕がないんだよもしかすると真っ黒のおさ銭はいろんな恨みを持ってる人だとか、えー、怒りを持ってる人だとか、えー、そういった人が触って真っ黒になってるかもしれないのさ。その えー、余計な意識をまずきれいに取り除いて自分の祈りが乗せられるようにきれいにするお賽銭を使うというのが一番、えー、よろしいんじゃないかというのが私の、えー、この、えー、神社正式参拝の時、えー、しかもね祈りが届く、えー、願いが叶う、えー、正式参拝の仕方です。 面白かっったたためになったと思う人は高評価ボタン、えー、それからね、えー、コメントも、えー、つけてくれると非常に嬉しいです、えー、チャンネル登録をまだしてない人は是非チャンネル登録をよろしくお願いいたします